死ののめ型駆逐艦は、大日本帝国海軍の駆逐艦の艦級。第1期海軍拡張計画に基づき、イギリス海軍 D 級駆逐艦の巡動計画として、明治29年30年度計画で、イギリスのソーニに来る太社に6隻が発注された。村雲型とも称される。日本初の駆逐艦として、 同じ第一期拡張計画で建造された雷型がヤーロウ社の B 級駆逐艦の純動景観であったのに、対し本型はソーニクロフト社の D 級駆逐艦の純動景観とされた。線形は同型と同じく還元の低い平ら板型、日本煙突艦とされ、艦首が波浪に突っ込んだ時に海水をすくい上げないように、 水はけの良い喫光型とされたのも同様である。なお、火事は従来と同様の半釣り間で、打倒が海面上に露出していたことから、高炭性の面で問題が指摘されており、続く赤月型以降は、改正が図られた。ボイラーは、ソーニクロフト式の石炭洗浄式水管ボイラーで、蒸気清浄は、圧力1 5 5 k g ス平方センチメートル。 砲は温度であった。主機関は直立式三段膨張4、気筒レシプロ蒸気機関とされた。兵装は雷型と同じく原型となったイギリス駆逐艦の構成が踏襲されており、官報としては40口径 7.6cm 法1問と40口径5 7メートル砲5問が搭載された。7 6メートル砲は上艦板交担。 5 7センチメートル法は、司令塔上に1門と上間板両限に2門ずつが設置された。また後に、司令塔上の5 7センチメートル法を7 6センチメートル法に乾燥するとともに、原則の5 7センチメートル法も法立てなしの山内式に乾燥された。また魚雷については、上間板後部の中心線上に2個の旋回雷を設け、これに、 人力戦開始機の45センチメートル魚雷発射艦を一門ずつ設置した。全艦が日露戦争に参戦、日本海海戦にも参加している。篠の目が宅地区快が立ありがとうございます。